それでは参りましょう。カッキーお願いします。はい、宮崎の旬なお花の情報をお届けするフラワーライフのコーナーです、はい、今日はですね、はい、なんとなんと賑やかな楽しいこの方が来てくれました。稲本ちゃんです。どうも、マイラキュンキュン、まあ言わせないで。年末ぶりの共演ですね。ここ落ち着いていくんだよ。落ち着いていくんだよ。乗せられる、こうやってこうやってまあフラワーライフのコーナーとかでちゃんとお花紹介していきますからご安心ください。今日は私がとっても気になったあの紫の花を紹介しますよ。それでは VTR をどうぞ。キュンキュン。さあ今回のフラワーライフはこちら、佐土原町にあります下峰総合公園にやってきました。こちらには遊具や多目的広場、そして市内を一望できる展望台、さらには子育てや安産の神様として信仰が厚い下峰観音などがあり、市民の憩いの場となっています。どうして今回はこちらからお送りするかといいますと、最近散歩をしていたらすっごく気になる花を見つけちゃったんです。もうそれがどうしても気になって、もうこれは聞くしかないと思って新コーナー立ち上げました。ひろこのこの花なーにのコーナーです。さあ早速担当の方にお待ちいただいていますので行ってみたいと思います。レッツゴー。あなたこの花なーに立ち上げちゃいました。お付き合いください、どうぞ。でもお花いっぱいね、綺麗綺麗。こちらもツツジや富士などとっても綺麗ですね。そうですね、まあ、桜から始まりましてツツジ、そして富士、そしてこれからはアジサイのというふうに夏にかけてもいろんな花が咲いてくれるかと思います。今回どうしてここに来たかというと、すごく気になっている花がありまして、この間ちょっとお散歩している時にローラースベリダイの裏にある大きなの紫色をした花、あれが何なんだろうと思って、はい、富士の花ではない、あれはキリという木です。キリの花です。キリの花、キリダンス。そうです。キリ。そうですね、はい、皆さんキリの花って見たことあります？キリダンスってイメージ、ね、でしょでしょ。あら、来た、公園広いですね。24ヘクタールありますから、ね、そんなに広いんですね。いや、着きました。これが霧の木、はい、そして霧の花。そうですね、はい、すっごい背丈高いんですね。そうですね、この木は 7,8 メートルありますよ、ここはね、はい、そんなにあるんですか、はい、あのよく見ると、はい、藤とは咲き方が全然違いますね。そうですね、花びらの付き方が違いますね。うん、あの藤はこう連なって咲いてますけども、はいはい、下がっていきますね、はい、霧の花は枝の先っちょにこう、はい、集まるように咲いて、やや上向きを向きますね。ですね、はい、あ、もう全然違う。いや、あの、あまりにも背が高すぎて実際に花の形がどんな形なのかっていうのはちょっと見づらいんですよね。そうですね、私脚立そしてチビカメラ持ってまいりました。これで撮らせていただきたいと思いますが、よろしいですか？すごいやる気満々ですね。やる気満々で。そうなんです、気になるでしょ、どんな花かご覧ください。届く？あ、見えてる、結構大きくないですか、荒木さん、花の形。何も一緒に咲いてるね、大きい。そしてなんかラッパみたいな形してますね。こんなに大きな花が咲いてるなんて。あ、そうなんですか。あの荒木さん、これ花の香り次書きたいんですけど、さすがに手が届かないんです。そうですね、ちょっと高いですね。どうしたらいいですか。まあ、地面にもしてるんですけどね。ん？ちょっと荒木さん、早く行ってくださいよ。ものすごい落ちてじゃないですか。いや、まあ、そのやる気が満々だったので。さあ、霧の花、よく見ると薄紫一色ではなくって黄色や白が混ざり、そして斑点模様が散りばめられ、とっても上品な花なんですよ。なんかランみたいな。あ、そうだね。さあ、どんな香りなんでしょうか。どんな香りかな。あー、甘い、すごい甘い香りしますね。はっ、なんだろうこの香り、なんかアロマとかになりそうな、なんかちょっと安らぐ香りがします。ね、へえ、皆さんもぜひ落ちてる霧の花取って匂ってみてください。
ところで霧は原産地の中国では伝説の鳥鳳凰が泊まる木として神聖なものとされていました。日本でも昔から菊の紋章に次ぐ高貴な花とされ、皇室の家紋や日本国政府の紋章として使用されています。500円硬貨の表の柄、あれも霧ですよね。そうなんだ。そうそう、見てください、ところで荒木さん、ここにはどれくらいの霧の木があるんですか？だいたい約10本ぐらいですね。それなにあるんですね、はい、いつぐらいからあるんですか？それがちょっとはっきりしないんですけれども、まあ、固まって植わってるところからすると誰かがあえて植えたのじゃないかと言われてますけどね。こちらの霧の花はいつぐらいまで見られますか？はい、ただ4月いっぱいは確実に大丈夫かと。また西都市にあります西都原古墳群でもですね、霧の花が楽しめる場所があります。あ、そうなんですね、はい、早速では行ってまいります。はい、ということで西都原古墳群に到着しました。考古博物館の裏あたりで霧の花が見られますよ。大きい大きい。西都原の霧も起源や樹齢などはわからないそうなんですが、周りに遮られるものもなく立派な姿に出てくれています。さて、どうしても誰かにこの感動を伝えたくて、いや自慢したくってやっちゃいました。何を自慢しちゃいました。霧、霧、よく来るんだけど、はい、あんまり認識したことはなかったでしょ。これが霧の花です。高級感があるわね。で、そうなんですよ、そうなんですよ、すいませんね、さっき知った情報は私も言いたくて言いたくてしょうがなくて、もう佐渡原に、そして西都の霧の花、すごい綺麗でしたよね。ぜひ皆さんも一目見に来ていただきたいと思います。さあ、新コーナー、ひろこのこの花なーにのコーナー、大成功でした。自分で言ってる、大成功、大成功でしょ。大成功でした。しかもちょっと一番びっくりしたのは、あの知らない人にね、そうそうそう、知ってました、自慢したかったんですよみたいな。言いたくって、言いたくって、本当にでも言いたくなる情報を初めて見た霧の花、よかった。そうでしょ、結構大きい、大きいの 5,6 センチくらいあったかな。ひなもちゃんの顔が小さいのか、ね、どっちが違うんだけど。でも甘い香りってどんな香り？あのね、バニラとかココナッツみたいな甘い香り。あ、そうなの。そうなんです、濃厚ですよ、結構。形とかも上品なのに、匂いもね、そう、上品なんですね。ね、あんな上にあるから、そう、そんな香りをね、ねえ、でも落ちてる、地面に落ちてる。めちゃめちゃに遊ばれてた。今の時期に落ちてますからね、ぜひ4月末までご覧ください。はいはい、さあ、ここでもう一つ情報があります。ゴールデンウィーク直前のお出かけ情報です。まずはこちらご覧ください。まずは小林市生駒高原のポピーです。現在がちょうど満開ということで、まあ、ピーク、5月10日くらいまで楽しめるということですよ。はい、イベントもやってますので、ぜひお出かけください。さあ、続いては視聴者の方からの情報です。ご覧ください。こちらは小松台東の川越さんのお宅のお庭です。家の壁面や垣根などにつるバラを絡ませて庭いっぱいに花を咲かせてくれています。なんとこれほぼ無農薬、この時期10日ほどの期間限定で楽しめるそうです。今年の満開は5月初めということです。ぜひお出かけいただきたいと思います。いい香りがしそうね、フラワーランテの英国式みたいなね、本当だ、思わないくらい綺麗ですよ、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。以上、フラワーライフのコーナーでした。はい、稲本ちゃんまた待ってますからね、よろしくお願いします。さあ、それでは CM の後はワイワイタイムです。